はい、師匠、はい、やってまいりました、ズゾマリンスタジアム。素晴らしいですよ。本日我々がなぜ来たかというと、何ですか、実は5月の14日に、うん、千葉ロッテマリーンズが主催するイベントにですね、特産 TV 招待していただきまして、すげー、私がピッチャー始球式、そしてライブじゃキャッチャーとして受けるというそういうところでお呼ばれさせていただいたとともに、今回は千葉ロッテマリーンズさんの全面協力いただいて貸し切っちゃう、はい、まあ視聴者さんの中ではね、なぜ特産 TV が、千葉ロッテマリーンズさんとそんなつながってるんですかと。確かにありえないと、意味不明ですよ、うん、いらないと、そんなのは思ってる人もいるかもしれません。いらないことない。これ深い繋がりが実はあります。おお、なんですか。上野どうぞ。はい、自己紹介を。はい、上野博之と申します。千葉ロッテマリーンズのただの球団職員です。はい、ただではなさそうな。先ほど上野って言わせてもらったんですけど、あ、確かに帝京高校の後輩でらっしゃる。はい、高校にもいる。はい、僕が1年生の時の野村さん3年生です。そうなの。もう神様みたいな。いやいやいや、神様みたいな。上野くんから前々から、はい、特産 TV ちょっと何かしらの形で呼びたいんですっていうことがあってですね、はい、いやいや、そんなのはもう嬉しい限りですよとす、ね、いうことがこうパーッと続いていく中で、はい、今回バキッと5月の14日ハマったんですか。はめていただきました。ありがとうございます。というわけで5月14日始球式記念、せっかくだからZOZOマリンスタジオも借りて名物マリンの風を感じてみよう企画。軽い軟式球、果たしてこの風の中何本入るんでしょうか。ちなみにマリンの風とは、千葉ロッテファンならご存知かもしれませんね、球場すぐ脇にある東京湾から来る陸海風のこと。風速10メートルは日常茶飯事で、上空と地上では風向きも変わるなど選手泣かせのグランドであります。我々はバッティングをしながらその凄さをお伝えします。まずはライパチが挑む、ルークが 99.5 と、はい、上空が約、3メートルの風ということで、これはやっぱテラスじゃなくスタンドに行ってほしい。テラスでもホームランでもホームランですか。まあまあまあ、ホームランはホームランっていうね、はい、はい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 、あ、気持ちいい気持ちいい気持ちいい。あ、球速128って出ました今。なんだろう、打球速度、打球速度、あ、どうした。あー、惜しい惜しい惜しい。でも声めっちゃ響く。あ、ちょっと一個やりたいのあるな。え、4番ライトライパチ、あの名物アナウンサーの福井市の方、本当はサブローって今言いかけました。あ、そこはもう俺の範疇ですね。おお、わー、惜しい、あ、フェンス、おおおおおおお、あー、いい打球だけど、これフェンスかな。いや、これ厳しい、意外と厳しい。ちょっと風速がね、今4メートルとなりましたね。迎えに行ってるね、そうだそうだ。お、あー、いい角度だけどね。あー、いかないか、あー、惜しい。円通は行くんだけどな。あー、いいんじゃない、あー、いいんじゃない、あー、いいんじゃない、これいかないのか。限界ですか。いや、限界ですか。どうだ、ね、いや、まだあともうちょい伸ばせる気がしますね。まだお前強制の時こんなんじゃなかったよ。確かに、うん、あと少しのところまでは飛ばしているライパチ。しかしマリンの風はそのあと少しを、ほんの少しを許してくれません。ライパチ超えられるか。お、あ、いいとこ行ったんちゃう。お、あ、いいとこ行ったんちゃう。入れて、あ、マジか、行かない、行かない、行かない。あ、ちょっと見てください、右バッターに対して非常に不利な風に変わってます。これがやっぱZOZOマリンの押した時のことだ。うん、これバッターにとって有利だって思わせた次のボールにはもう逆風吹いてますから。
模索をしているが、そのこと。やばい。どうしたらアイパチ？いや、これがアイパチなのかもしれない。鳥も止まってしまった。お、いた！これいったんちゃう？これはあとは、お、いい角度だ。どうだ？うわあ、新東京です。風が1メートルずつ強さを増してる。お、いきなり4になった。俺にとって有利なのか、この風は。俺はあっさり入る可能性がある。しかしこの4メートルの風が果たして強いのか弱いのか、ライパチの技術なのか否か、これはぜひコメント欄に皆さんコメントを入れてください。あっ、これいったんちゃうか。マジで。あっ、これいったんちゃうか。マジで。あっ、これいったんちゃうか。マジで。あっ、ジョーク風。いや、技術。うわ、最後行ったかと思ったけどな。行ったかと思ったけど。さあ、スローでラスト見ていきましょう。この日一番の角度、いい打球だったと思います。球場にいる我々特産 TV チーム、そして上野も行ったと思ったそうなんですが、実は ZOZO マリンスタジアム、こうやってね、隙間があるんです。ここの隙間風で戻されたのか、わずかに数十センチ届かず。いや、ライパチ無念、ゼロ本でした。さあ、ここで全国のバッターボックスフェチの皆さん、お待たせいたしました。 ZOZO マリンスタジアムの打席紹介。 ZOZO マリンのそのボックスってこういう粗めの砂利と、硬めの土と、土が下に入りますね。でなってんだね。まあ、ほぼ削れないですね、やっぱね。削れないね。作業。さあ、左バッターにとっては、そうです、ね、左にとっては非常にいい風かもしれない。野球ゲームでいうところの、まあ、入りやすい感じになってますね。これが上に。行くぜ。何か。何もなかった。フラグか。現在ゾウタウンで発売中、 TNX3 を着用して撮っております。お、これいったんじゃないかな。ライトにいらっしゃいます。なんか伸びるな。キイサケ。キイサケ。なななななな。なななな。うわあ、技術、これは。これ痛っちゃいますか。うわあ、技術、これは。これ痛っちゃいますか。いや、うわあ、フェチョク、雪見大福、フェチョク、雪見大福1年分贈呈です。ありがとうございます。上野が待ってる。上野さん待ってます。いや、ちょっとこっちだと逆風に感じるんだよね。今風変わりました。そうなんですよ、ね。背中からすげえ風来てんだよ。さっきと違う。あ、確かにね。ちょっと違うんだよね。うん。打っちゃえばでもあの風に乗るかもしれない。おお。これは届かないのか。エンツー、もうちょい食えばよかった今の。さあ、
あー、いったか、いったんじゃん。いや、伸びない、伸びない、もうひと伸び、伸びない、振り絞れ、お、あ、これいったら、これいったら、振り絞れ、お、あ、これいったら、これいったら、振り絞れ、お、あ、これいったら、これいったら、あー、いった、上野さん、スタンド、スタンドイン、入りましたね、さすが魂です、魂出てました、すごい、バッチグリスよ、今ライト立ってて風どう感じました？ どっちに感じます？こっちだとやっぱこうですかね、まあ、こうライトスタンドだといるとこう吹いてるんですよね。あ、でもホームとかだと逆にそっちの感じでした。あの掲示板の風速の向きあるじゃないですか、はい、あれとグラウンドの感じ方と場所によって全然違うんですよ、ここの球場。はい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 、あの球場ところどころ空いてる隙間あるじゃないですか。はい、あ、そうですね、あそこからこう風が吹き出て、そう、あっちも、そう、流れて、それがスタンドにぶつかってこうグラウンド内でこう回ってるんですよね。あ、だから上空とグランドレベルのこの風の感じ方が違う、はいはい、それが難しさたるっていう、あの風ホームランの打球でこう上がった打球は失速して入んないけど、ライナー性だともうドーンみたいな、あ、結構あるんですよ、上げちゃう、逆に戻されちゃうんですね。はあ、セッターバックスクリーンの方とかは、はい、逆にホーム側に当たった風が、はいはい、グランドにセンターに流れてるんで、ライナー性はバックスクリーンの方伸びる。へえ、それ知ってないと知ってたらこう打ち方変わってくるかもしれないですね。そうですね、でも本当に風向きによりますその日の風向きでバッターに味方するか、はい、キャッチャーに味方するか。でもまあコーチなりキャッチャーなりっていうのはもうすかさずこの風をまず見て、そうです、ね、攻め方考えたりとか、 それはありますね。はあ、攻め方、本当に強い風の時は攻め方が変わってくるとかもあります、ね、へえ、面白い。